今回ですね、レベル5というのは、その5つ星の、要するにこう5つ星レストランのような、星のたくさんつくようなソフトを作りたいということで、つけた名前です。ようこそレベル5へ。じゃあどうぞ。これがレベル5のエントランスです。非常にこうゲーム会社のイメージいいものにしたいなっていうコンセプトがあって、こういったちょっとこういい雰囲気のエントランスを、作っています。レベル5が達成したことで、誇りに思えることというのは、やっぱり会社としてですね、一番重要だと思っていることに、こう新しいタイトルを常に作り続けていくことっていうことなんですけど、やっぱり日本の、これまでの、ゲーム業界の歩みからして、やっぱりどうしてもゲームを作ってる人っていうのは狭い部屋で、かなりこう徹夜をして、ちょっとこう陰気なイメージっていうのがあるので、やっぱりゲームソフトというのが一つの大きなエンターテインメントとして、その映画に匹敵する映画以上のメディアだというふうに捉えられることを目標としているので、ここが、制作になっています。この世界にこう絡んでいく、エンターテインメントの世界に絡んでいくことで楽しむっていうことを、非常にこう会社の一つのこう目標にしています。なので、やっぱりこう楽しみながらものづくりをするっていうのが非常に大事なことだなと思って。この辺りで、プランナーチームですね、設定周りとかやってます。この辺りがグラフィックチームです。キャラクターを作ってるチームですね。この辺でイマージェンというモンスターですね、それの動きをつけて、ちょっと動かしてみてください。本当にその制作、同じ目線の制作者として、こう意見をこう戦わせているので、そういった部分でやっぱりそのフランクにというか、非常にその、同じものづくりをする人間としての目線でスタッフとこう楽しくやってるというふうには思ってます。はい、ここがレベル5のモーションキャプチャースタジオです。この辺にあるのが大道具で、この段を組み合わせて階段を作ったり、高いところから飛び降りるようなモーションを取るためのものです。あと、ここで動きをつけたものをリアルタイムで、各キャラクターにモーションを流し込むことができます。で、今回二の国ではモーションキャプチャーはふんだんに使ったんですけど、そのままデータを使うというわけではなく、そのまま使うと人間の生っぽい動きになってしまうので、それを各モーションデザイナーがアニメらしい動きに修正しています。で、この辺にも小道具とかいっぱい置いてますね。で、主人公のオリバーが杖と、これが杖ですね、マジックマスター、これは本です。これを持って行動しているので、大体こういう役者さんはこういう動きでやってますね。はい、それではですね、マジックマスターと魔法の杖を手に入れましたんで、僕はオリバーのように魔法が打てます。ファイアボール。ですね、二の国の不思議な世界があるんですけど、そこに入って自分がそこで冒険しているようなワクワクした体験をしてもらいたいと思ってます。13歳の普通の少年オリバーという少年なんですけど、普通に暮らしてたんですけど、ある事故をきっかけにお母さんを亡くしてしまうんですよね。で、そこで悲しみに暮れる中、不思議な妖精、雫という妖精がいきなり現れて、その雫が二の国っていう国に行ったらお母さんを救えるかもしれないっていうことになったんですよね。それだったらオリバーはお母さんを助けようってことで、不思議な国の二の国に旅立つことになります。そうですね。大きなテーマというのは、やっぱり一番考えたのが、やっぱ子どもたちにいい作品をこう届けたいっていうことなんですけども、
やっぱりあのアートで、スタジオジブリさんと一緒にお仕事をしたんですけど、やっぱりそのスタジオジブリ作品のようなその手書きのアニメーションに見えるっていうのを最大のチャレンジとしました。まあ、二の国を完成間近のやつをこうやってる時にも思ったんですけど、やっぱりその非常にその世界っていうのがうまくできているっていうふうに思いました。その何ですかね、ポリゴンで作られた、まあ、実際にはゲームの世界っていうのはそのポリゴンというようなね、その図形での組み合わせで作られている、まあ、それが当然なんですけども、まあ、本当にそのそういった、ものでできていると感じさせない、もう本当に柔らかいものでできていたり、そのアニメーションの世界に入り込んだりというように、その世界のがちゃんと感じられるものになっているっていう、そのやっぱり世界観の素晴らしさというか、そういうところはですね、やっぱり二の国というその作品を非常にこう個性づけているのかなと思います。歩くだけで楽しいっていうような、そんな作品になったんじゃないかと思いますね。